空さん、遠回りさせてしまってすみません。あらあら、そんなの気にしなくてもいいのよ。困った時はお互い様でしょ。ありがとうございます。車がパンクしてしまった時はどうしようかと思ったけど、こうしてまたエソラさんと一緒に帰れたからよかったのかも。そう思ってもらえるなら嬉しいわ。そうね、こうして学校から一緒に帰るだなんて初等部の時以来ですものね。そうですね、中等部からは。ええ、私が妖馬学園に行ってしまったから。あの時は私びっくりしちゃった。中等部も高等部もずっとみんな一緒だって思ってたから。だから絵空さんが転校したって知った時はなんで出て行ったんだろうってずっと思ってたけど。けど？うん、春菜ちゃんたちとリリカルリリーとして活動を始めて外の世界に飛び出すようになって、絵空さんの気持ち少しわかるようになった気がするんだ。外に出ていろんな人の素敵な音楽や才能と出会うのってとっても刺激的で楽しくて、そんな感覚ついこの間まで想像したこともなかった。絵空さんは中等部の時にはもうそういう環境に行こうって考えてたんだよね。それを実行に移しちゃうんだからやっぱりすごいな。そんなことはないわ。私からすればミユさんたちがリリカルリリーを結成して活動を始めたことの方がずっとすごいと。このままだと平行線のままね。そうだね。あ、ありがとうございます。それじゃあエソラさん、今日は本当にありがとう。いいのいいの、困った時はお互い様でしょ。うん。あ、そうだ、少しだけ待ってて。あら、何かしら。あら、あなたもそう思う？そうね、初等部の頃と比べれば当然だけど。お待たせ。そんなに急がなくてもよかったのに。ところで何をしに行ってたの？エソラさんにも食べてほしいと思って。これよかったら。これってミユさんの大好きなカヌレドボルドーね。あのね、実はこれ私が自分で作ったんだ。え、ミユさんが自分で？うん、お気に入りだったお店の人に教えてもらったの。春菜ちゃんたちも美味しいって言ってくれたから、いつかエソラさんにも食べてほしいなって思ってたんだ。本当は出来たてを食べてもらうのが一番なんだけど。ううん、これで十分よ。ありがとう。ミユさんお手製のカヌレはどんなお味かしら。こっくり。おいしい。とってもラブリーなお味ね。本当にこれミユさんが作ったの？すごいわ。本当だよ、喜んでもらえてよかった。あのね、今度みんなで一緒に作ろうって話してて、エソラさんがよかったら。あら、お誘いしてもらえるのかしら。もちろん喜んで参加させてもらうわ。本当に変わったわね。それとも私がただ見抜けなかっただけだったのかしら。本当？うん、また連絡するね。それじゃあ気をつけて。ありがとう。それじゃあまたね。私もまだまだね。でもだからこそ楽しみかも。ピキピキもミユさんたちも。うん、
その他のいろんなことがこれからどうなっていくのか本当に目が離せないわね。